漆が使われ美しい色合いを見せる飛騨春慶はおよそ400年前に誕生したと言われ伝統的工芸品に指定されています。かつては30人以上いた塗師も今では8人と後継者不足などの課題があるということです。この日高山市ではファッションショーを通じて伝統を守り地元を盛り上げようと飛騨春慶の塗師やネイルデザイナーがクラウドファンディングを呼びかけました。集められた資金は今年4月に開催予定の飛騨春慶とネイルがコラボしたファッションショーの開催費用などに充てられ目標金額は150万円だということです。漆器とかを全く興味がない方たちが見て、こういうのもあるんだっていうのを認知してくださる、支持してくれるいいきっかけになれば本当にいいなと思っているところです。多くの方に見ていただいて知っていただいてそこからまた進んでいきたいなと思います。クラウドファンディングは3月17日までの期間行われます。